はい、皆さんこんにちは。 YSP カリエの店長石川です。今日はボルト950の、カスタムパーツをいろいろ紹介してみたいと思います。まず、ホグランプ、ピアの LED ホグランプです。アメリカンにはホグランプは珍しいですと思いますけど、意外とかっこよく決まっております。あと大型の、エンジンガードバンパーですね。キジマのエンジンガード、こちらもかっこよく決まっております。それと、こちらはグリップヒーターですね。グリップヒーターも、なかなかアメリカンの、太いハンドルのグリップヒーターは種類が少ないんですけど、こちらもキジマ製のグリップヒーターを取り付けてみました。あと定番の ETC ですね。 ETC は、ワイズギアさんの、ブラケットを使って、ここに、本体が取り付けてあります。こういう感じで、カバーをダイヤルでロックができるようになっています。じゃあ早速、ホグランプをつけてみましょう。これ今ついてない状態です。電気が消えてしまいました。皆さんも、ぜひボルトにホグランプつけてみてください。他のカスタムも YSP カリアで受付しております。よろしくお願いします。